お召使いですね。ということは相当分割ですね、うん、トップが土地確定してるんで、うんうん、2ターン目道路の召使い、3ターン目生成屋かハイドラまでは確定してる、うんうん、さあダブルマリガンではありますがどちらも順調な滑り出しを、うん、さあそしてトップに置いておいた森から、うん、ドラの召使いと、さあこれに赤井選手も同じくドラの召使いで歌います。あ、しかし、うん、緑のギデオンと歌われた。さあしかしハイドラか3人から悩んでますね、うん、これはどっちでしょう、うん、ハイドラで良さそうですけどね、うん、パッと見は。さあなかなかに対処が難しい坂上ハイドラですが、まあ、一番簡単なのはこちらも同じクリーチャーを出して相打ちにすること、相手がパンプしてきたら同じだけパンプすれば殺せるんでさあちょっと岡井選手の手札があんまり見えませんが、つむじ風の巨匠が1枚は見えたんですがそれ以外がちょっとわからないので何とも言えませんが、山口選手は今のところ絶好調ですね。ダブルマリガンを全く感じさせないぐらい綺麗な動きです、うん、先ほどからこの天井カメラ、右のプレイヤーの手札はほぼ全て見えるんですが、逆に左のプレイヤーの手札は全く見えない1枚ぐらいしか見えない。さあ島を手札に加えて、さあ除去はたくさんありそうですね、うん、2体目のドロドメスカイ、これでエネルギーが岡井選手7になりますね。山口選手はちょっと見えづらいんですが4と、このターン、放置しておくと5マナに到達してしまうのでグロリーブリンガーとかケアしてマナクリを殺すかどうか。エネルギーを使ってチャンドラを、そしてチャンドラでマナを生み出してつむじ風を出してブロッカーを確保と。さあそしてここにはマッタがかかってエネルギーが溜まる前に、さあこれでトークンが1匹しか出ないんで全般するとチャンドラを落とすことには成功しますね。おっと、そして追加のハイドラ、うん、まあ、パッと見全員で、チャンドラにアタックしてハイドラ2匹目を追加してこのままマウントに、うん、さあ砂を落ちまして、そう両者で結構重要な違いとしてハイドラの枚数が、山口さんの方が1枚多いという、これもまあまあポイントになるかもしれないですね。そうですね、やっぱりちょっとなかなか除去が効かないこともあって、で戦闘で落とすのも結構大変ですからね、でかいんで。
さあジーブリンガーが来ましたが、さあハイドラの前に攻撃に行くことはできずターン終了。まあもうとりあえず少なくともハイドラ以外は止まってもらえるように、もうあわよくばハイドラも止まるようにということですが、ま、山口さん全くエネルギーが途切れない、うん、今、9個以上ありますか、多分8かちょっとあの台座さすがに見えない、9か10だと思うんですけど、ちょっと10という感じ見えますよね。22233かな。さあそして通って8点8、そうですね、最近セスマンフィールドも自身の記事で書いてたんですけど、うん、ハイドラが4枚だったことがそのネルソンたちの成功の秘訣じゃないかというのは書いてました、うん、マジックオンラインだと3のリストが結構主流で、ただ赤タンに対してはもうそのハイドラの枚数もかなり重要だと、やっぱりそのブロック阻害能力を全て弾きますし、うん、受験も当然効かないんで、そのハイドラが4枚っていうのはネルソンたちのリストの革新的なところだったというのは、セスマンフィールドも触れてました、うんさあまあ、とにもかくにもあのハイドラ軍団が、ただそろそろまあ全員の力を合わせれば1体ぐらい落とすそうですが、うん、そうするとちょっとリソース差で他のクリーチャーに行かれてしまうので、そうですねハイドラたらたら強いような気はしますが、まあ、ちょっと地上のクリーチャーばっかりにするとなかなかそれはそれで固まりやすくなったりはするので、うんまあ、最近だとその同系でスカラベの神を入れたりとか、うん、そうですねちょっとハイドラの分やっぱりリードしてますね、うん、ハイドラここで殺せたとしてもすごいリソースを使ってしまうんで、そうなると残りのクリーチャーの数にすごい差が出てきて山口さんが攻勢を維持できると、でしかも手札にネゲートがあるんで山口さんは、中途半端な除去とかは弾けるんで、うん、岡井さんとしてはできるだけリソースをかけずにハイドラを打ち取りたいんですけど、うんまあ、能力の都合上なかなかそれができないので、まあ、もうライフも8なので、損を承知で少しずつ頑張って処理していかないといけない、うん、このターンは山口さんはあんまりいっぱいのクリーチャーでいくとハイドラだけチャンプでしのがれて他のクリーチャーで、うん岡井さんが得するようにブロックされるのでアタックを控えましたが、まあ、次のターン盤面かなりクリアになってると思うんで、うんうん、総攻撃に移るであろうと、うん、さあどれぐらいエネルギーを使うか、うんまあ、これはグローリーブリンが素直に相打ちを受け入れて、さあもうただでさえ止まらないハイドラ、ハイドラしかも致死量ですかね、12エネルギーがあると致死量です、さあ全般いきそうですね、もう、うん、エネルギーが12個だった場合はハイドラを絶対チャンプしなきゃいけなくて、その上で他もブロックしなきゃいけないので相当きついですね、うん、で手札の除去は否認で弾けちゃうのでほぼ盤面通りにことが進む、うん、さあまあ岡井さん 2-2 は1対 2-3 で止めるとして、で 3-2 を 2-2 で止めてハイドラはチャンプ、うん、さあこれで5点通ってしまう相当苦しい、うん、山口さんはこの仮にここで除去を打たれても通せるぐらいの余裕がありますからね、うんうんまあ、多分ダメージ詰めた方がいいんでカウンターするとは思いますけど、
まあ、それぐらいの余裕がある。さあ岡井さん、ここで通ったクリーチャーに除去を当ててきましたが、これを否認、うん、で5点が通って残りが3ですかね。あ、ここでもう1枚除去があって3、2をさらに、ただここで手札が0になってしまったので、次のターンからハイドラマストブロックという状態は変わらず、さあ残りライフがこれで6ですかね。岡井さんが6の山口さんが20、うん、ここで岡井選手が投了ということで、決勝戦1本目は山口選手が勝利となりました。山口君記事もよく上げてるんで、そっちは毎回見てます。さあ2本目に移りますが、先ほどはダブルマリカンからスタートした両選手ですが、山口さんはどうですかね。赤マナなさそうに見えましたが、青緑ポーカーマスターですね、ほら。さあしかし道路の召使いを引いて、うん、お互いいいスタートですね、うん、もう完全に鏡打ち。道路の召使いからがベストスタート。そうですね、まあ、2ターン目それ以外多分大体除去としかしかないんで、それから2マナ2、2の、うん、名前が出てこないですけど、2個エネルギー使ってパンプするやつ、うんうん、ネルソンたちはあれが4枚でしたけど、岡井さんは森の代言者、山口さんはそういったクリーチャーを採用しておらずと。さあここで岡井選手やらずもの生成を出して土地を引き込んできましたね。ここまではもうほぼ全てのカードが同じ、うん、さあこちらもやはりならずもの生成や。さあなんですが、ここで一気に盤面が崩壊するインパクトがあるカードが出てきそうです、うん、つまりジー、ここで栄光をもたらすもの、ちょっとこうもうパッと見赤マナもないんで、マナクリが狙われそうですけどね。さあマナクリを殺しつつ7点分のアタック、強烈ですねこれは。もうさあちょっとまだ追加の土地が引けてないと赤マナがないので、うん、ドラゴンもおお4枚目のお緑ランド。次のターンドラゴンは、特例で休憩してるんで、この間に赤マナが引き込めれば、うん、ちょっとこれはねさすがに4枚引くかよとた感じですが、うん、当然この隙に岡井選手は後続を用意したいところですよね。さあ手札にはまあチャンドラは見えた気がしますが、おっとさらにさらなる G、 さら G、まあ、特例するかどうか悩んでますが、うん、まあ、パッと見しない方が良さそうですけどね。もう普通に殴って4点8点8点みたいな方が良さそうですけど、特例はしませんでしたね。さあ赤マナ引けず、そして手札には赤いカードがたっぷりある山口選手ですが、そうですね、ちょっと蓄霊すら打てないんで、
ここで榊ハイドラ、うん、もうこれは間に合わないですね。これだ8点くらい、残りが4になって次の段2体ともドラゴン処理しなきゃいけないんですが、マナの都合上、まあ、つむじ風が出せたとしてももう粘るぐらいにしかならないので相当逆転は難しい。そうですね、ドラゴン絵もかっこいいし全然レジェンドで良さそうなんですが、残念ながら一般の方ということで。さあそしてここも特例はせずに8点、さらにチャンドラで本体、さあ赤穴は引いたんですが、さすがにさあいよいよ決勝戦3本目マリガチェックに入ります。またも青緑、まあ、霊気拠点は左に見えますがどうでしょうね。ありますか、なくないですか。青緑は青緑だけじゃないですか、ね、こっち左端にありそうに見えたんですがちょっと違うかな。これは左は生成屋に見えますが、あなるほど、あ生成屋濃いですね。手だからかなり重いですね。天才の片鱗、ハイドラ、グローリーブリンガー、ならず者の生成や青緑土地、青緑土地なので、あとニッサですね、ニッサなので相当重たい、もう1回でも止まると負けですね、うん、さあ山内さんは避けしてキープ、うん、対する岡井選手はマリガンと、山口選手のティムールレギデッキには本流の機械巨人これが入っていることが大きな特徴なんですが、今のところはまだ出ていないと。さあ岡井さん6枚でキープ、岡井選手はパッと見て普段にその土地周りの不安というのは何もなさそうな、うんうん、青赤のファストラウンドもありましたし序盤に関しては何も問題なさそうですね、うん、さあ一方の山口選手は最も惜しいな土地だったんですが、天才の変異とちょっと嫌な空気が、うんうん、さあここですね、おおギリギリ、さあならず者の生成屋でもちろん引きたいのは土地、おおそして霊気拠点行きましたね。これでなんとかつながって、そうですね、エネルギー3つにしながらハイドラも出せるんで、うん、さあしかしチャンドラもかなり対処が、さあただまあハイドラはまあこのターンとしてはかなり最上級、うん、一番欲しいアクションなんで、ですね、まあただ赤マナがないんでこのターンドローにするかも一応考えている、うん、しかしハイドラ出してるんです、うん、まあ、この方がそうですね、もう継続してプレッシャーをかけていかないと、うん、さあこうなると岡井選手もチャンドラを守るためにリソースを割かなければいけないので、まあ一番いいのはハイドラで返すかつむじ風で守るか、
山口選手手札は濃いんですがちょっと使い切れないぐらい重たいんで、まあ、赤マナが引けるかどうかと、うん、今後の展開です。今のところはちょっと使い切れないぐらい重いので、うん、今後の展開少し不安ではあります、ね、うん、岡井さんチャンドラも含めて手数がかなり多いと予想されるので、さあそして岡井さんもハイドラが見えましたね。さあマナを出してハイドラですかね。さあこうなると山口選手はちょっと赤マナ引けないと厳しいですね、うん、赤マナ引いてここでグローリーブリンガー走れたらいいんですけど、走れなかった場合はハイドラとハイドラが、今まあご覧の通り、山口さんの方が盤面はかなり負けているので、さあここで天才の片鱗、こうなるときついですね。チャンドラ側はかなり落とせないので、うん、まあ、1回ドローを挟んでいく、まあ、ニッサでもう攻めた方が良さそうな感じではありますけど、うん、このターンはドローを選択しました、うん、まあ、この、ターンで赤マナを天才の片鱗で積み込んで、うん、グローリーでチャンドラを落とすイメージでしょうね、うん、あっとしかし さあそしてタップインなので下に送ってですかね。そうですね、もう地上は現状バッチリ固まってるんで、うん、岡井様は空で殴ってさらにプレッシャーを強めていく。さあそして届かない赤マナに、岡井選手だけど相手のグローリーブリンガーをしっかり警戒してますね。チャンドラが落ちても大丈夫かどうかを今考えてアタックに行くかどうかを、うん、まあ、チャンドラさえ守れば相当に有利なんで、まあ、そこまで考えて、うん、お、もう両方、確かに山内さんライフ少々減ってますかね。1回ぐらいチャンドラが2点を与えてそんな感じはしますが、うん、まあ、いずれにせよどっちにしろ2パンでは多分死にますね。通せないような状態ではあると。ハイドラもまあ3回成長できるんで、まあ、これを仮に通すと、まあ10点クラスのダメージが入って次のターンも通せない状態が続くんで、もう止めるしかないですね。ここでパンプ合戦、まあ、これは霊気拠点があるんで、うん、まあ、相手の赤マナを縛っていこうという意図だと思います、うんうんうん、まあ、今エネルギーどちらが重要かというと、岡井さんは全然必要じゃないんですが、山口さんは霊気拠点しか赤マナがないんで、赤マナの価値がお互いにとって違うと、エネルギーの価値が、
さあここで追加の赤丸はなんとか引けたので、ここでチャンドラを落としつつ、さあこれで山を持ってきて、さあここで満を持して登場。さあ特例も難しいですね、うん、まあ、返し時殺される場合はマナクリを1匹焼いておいた方がいいんですけど、どっちかというともうすぐにグローリーブリングをブロックしたい感じなので、うん、まあ、ちょっと返しのターンで除去されるリスクを考えつつ、さあ特例しました、うんうん、まあ、最低でも1体はマナクリを連れて行って、さあこのターン、あっとしかしこれは2体目、そして6点、うん、さあなんとかもう一度、今ライフが10対20ですか、岡井さん20と山口さんが10、そうですね、現状飛行を止める術はないんですが、うん、なんとか、ここもエンド、否認とドローとハイダラと、さあ本体2点が入って8、巻き返せますかね、ハイドラ、うん、グローリーブリンガーでも相当厳しそうですけど、あ、なるほど、ここでまずは蓄霊も挟むぐらいの、うん、さあそして蓄霊、お、お、すごい、これは最高の2枚じゃないですか、うん、最も欲しいものが、さあまずは蓄霊、ね、さあこれが通るか、さあ解決されそうですね、うん、そして2点が取って残り6、さあここの追加が、あ、強い、しかし森の大現者、岡井選手土地は6枚だからチャンドラでチャンドラを落とせるんで、うん、岡井選手の手札はもう1枚が何かですね、おお、すごい、あた、赤がないか、さあただ岡井選手のダメージはちょうど6点なので、さあこれでチャンドラを処理して、ただこっからですね、これただブロッカーを出すだけだと岡井選手が除去だと死んでしまうので、さあとりあえずブロッカーは出ましたが、さあ岡井選手の残る手札が何か、さあこれがチクレイラズマと、はい、というわけで第9期スタンダード新挑戦者決定戦決勝戦、勝利したのは岡井俊樹選手でした、おめでとうございます。さあこれで第9期スタンダード新挑戦者も、岡井俊樹選手に決定したということになります。本当におめでとうございます。最後惜しかったですね、山口選手の理想通りの2枚が見えて、素晴らしい2枚でしたね、赤丸もう1個あったら勝ってそうでしたね、竹霊のとこで、つむじ風出せたんで、おめでとうございます。